ポルシェを所有していた芸能人。皆さん、こんにちは。現在も多くの車好きを魅了しているのが、ドイツを代表する自動車メーカーのポルシェ。芸能人の中にもポルシェ好きは少なくありません。そこで今回は、ポルシェを所有していた芸能人をまとめてみました。どうぞご覧ください。ポルシェ・ボクスター718ボクスター。ポルシェ・ボクスターはオープンカータイプのポルシェで、価格は650万円台から900万円台です。ポルシェジャパン公式サイトより、911より性能を抑え、価格も抑えられています。一体どんな人が乗っているのでしょうか。宮本浩次さん。まずはエレファントカシマシの宮本浩次さん。小学校からの夢であったポルシェだったそうで、人生初めて購入したのがオープンカーのボクスターだそうです。これまでポルシェ以外の車は所有したことがないという徹底ぶりだそうです。またお金の管理を任せていた方に、財産を持ち逃げされた際には高級マンションのほか、所有していたポルシェ2台を処分したとも言われていました。ポルシェはいざという時、お金に換えられる財産としても使えるかもしれませんが、ひどい話ですね。武井壮さん。当初貧乏キャラで売っていた武井壮さんでしたが、実は六本木に住み、高級車を多数所有していることで知られます。所有していたポルシェを運転していたところ、警察車両が突っ込んできて事故に遭ってしまったエピソードも。運悪くその事故は報道されてしまい、このことからお金持ちではないかと疑惑が出て、武井壮さん自身がお金持ちであることを認めてしまったそうです。ポルシェ K-MAN 718 K-MAN。 武井壮さんとエレカシの宮本さんが乗っていたと言われているポルシェボクスターと、プラットフォームや性能はほぼ同じですが、オープンカーモデルではない、スポーツクーペタイプが K-MAN になります。価格は650万円台から860万円台となっています。ポルシェジャパン公式サイトより。一体どんな有名人が乗っているのか気になりますよね。相葉雅紀さん。嵐のメンバーの相葉雅紀さんは2009年1月、写真週刊誌フライデーで白のポルシェの人気モデルポルシェ K-MAN に乗車している写真を撮られています。ゴルフが趣味でもある相葉さんは、自らが運転する車でゴルフの打ちっぱなしに出かけているそうです。爽やかな相葉さんにぴったりな車と趣味ですね。ポルシェ911。ポルシェの911の歴史がポルシェそのものと同じと言っても過言ではない、ポルシェを代表する車種です。ポルシェならではのフロッグフェイスを持つ964以前にラインナップされていたのもこの911です。ポルシェ911はシリーズにもよりますが、安くても1200万円台、高いと2800万円台とかなり高額です。乗っている人もみんなテレビでおなじみの人気者ばかりです。簡単には手が出しづらい金額となっています。そんなポルシェ911、彼らを所有する芸能人とは、エレファントカシマシ宮本浩次さん。ポルシェ911、彼ら RS。 冒頭にご紹介したように、最初はポルシェのボクスターを所持し、その次に彼ら RS を購入したそうです。石橋貴明さん。トンネルズの石橋貴明さんの愛車はポルシェ911、彼ら以前出演したおぎやはぎの愛車遍歴で明かしたところによると、34歳で購入し18年間乗り続けているといいます。しかし実は長者番付に乗るほどのお金持ちだけど、無駄なものは買わない、金銭感覚がずれていない人だとおぎやはぎのラジオで言われていたので、ポルシェは石橋さんにとって本当に欲しい車だったのでしょう。最後の空冷モデルとして、今でも人気の高いこの車種が相当気に入ったようで、現在も大事にしているそうです。木村祐樹さん。先ほどの石橋貴明さんの影響で、自身もポルシェのオーナーとなったのが
バナナマンの日村勇紀さん、トンネルズの皆さんのおかげでしたの企画で、いきなり外車ショールームへと連れて行かれた日村さんは、そのまま1599万円のポルシェ911カレラ S を買わされてしまったのです。また同じ番組ではタカ&トシのタカさんもポルシェカイエン S を557万円で購入させられています。今思ってもとんでもなくえげつない番組ですよね。福山雅治さん、ポルシェ911ターボ993型。福山さんはこの車で現在の奥様の吹石和恵さんとのドライブデートが目撃されたと言われています。ポルシェに乗っている2人を想像するととても絵になりますよね。香取慎吾さん、元スマップ、元スマップの香取慎吾さん。香取さんはポルシェが誇る名車911カレラを所有していたことがあるようです。ただし香取慎吾さん自身、車には少々疎いということを語っていて、ポルシェという名ブランドに魅了されたみたいです。出川哲朗さん、お笑いタレントの出川哲朗さんの愛車はポルシェ911-91年式ポルシェカレラ2ガブリオレ TIP シャンパンゴールドです。964以前のポルシェならではのフロッグフェイスポルシェを10年以上も大切にして乗っているそうです。しかしながら出川さんが乗っているということで、その芸風ゆえか思わぬ被害に遭うこともたびたび。アッコにお任せ、TBS テレビ系で車体に落書きされたり座席に犬を放たれるといった演出にはやりすぎという声も上がりました。それでもこの車を使い続ける出川さんに、逆に出川さんの車に対する愛情の評価にもなりました。おぎやはぎ矢作健さん、ポルシェ911カレラ4。車好きとしても知られるおぎやはぎの矢作さん、相方の小木さんと共に愛車遍歴という芸能人の愛車遍歴を紹介する番組もやっているほどです。そしてコンビ愛も深いと言われている2人は、同じ時期にポルシェに乗っていたこともあるそうで、その時に矢作さんが乗っていたのがポルシェ911カレラ4で、小木さんがカイエン S を所持していたそうです。ポルシェカイエン、ポルシェがスポーツカー以外も作ろうということで誕生したのがカイエン。ポルシェ初の SUV であり、ポルシェ911と二分して所持している芸能人が多い人気モデルです。高級 SUV ながら世界的に人気であり、ハイブリッドもラインナップされています。価格は860万円台から2200万円台となっています。どんな芸能人が乗っているのでしょうか。宮崎葵さん、意外なところからポルシェカイエンに乗っていたことが判明したのは女優の宮崎葵さん。宮崎葵さんのあの可憐な姿から想像がつきませんよね。そんな宮崎葵さんは2015年8月に東京都渋谷道玄坂の国道246号線でなんと前方の車両と衝突してしまったそうです。幸い前方車両の男性にも彼女自身にも怪我はなく、双方の車に軽い擦り傷ができた程度で済んだとのことです。本当に良かったですね。その事故がきっかけで宮崎葵さんが乗っている車が白のポルシェカイエンだということが周知となりました。ちなみに宮崎葵さんの運転技術はかなりのものらしく、週刊誌の記者からカーチェイスの達人というあだ名がつけられているほどだそうです。おぎやはぎ小木弘明さん、先ほどご紹介した通り、おぎやはぎの小木弘明さんは矢作さんと同時期にポルシェを所持していた小木さん。矢作さんがポルシェ911を持っていたのに対して小木さんはカイエンを所持していました。それにしても本当に仲がいいコンビですね。雨上がり決死隊宮迫博之さん、お笑いコンビ雨上がり決死隊の宮迫博之さん、35歳で免許を取得し、なんと初めて購入した車がポルシェカイエンだという宮迫さん。教習所に通っている時点ですでにカイエンを購入したそうです。
とんでもない教習生ですね。安室奈美恵さん、歌手の安室奈美恵さんも2006年頃に息子さんと外出するための車としてポルシェの SUV を購入したというお話が出ました。それはポルシェカイエンだともっぱら言われています。これまではお出かけといえばスタッフの方が運転してたので2人でお出かけということがなかなかできなかったようです。しかしながら安室さん自身ずっとペーパードライバーだったから教習所に再度習いに行ったけどもう運転は無理って思ったとコメントをしていました。確かに運転に慣れてないのに。ポルシェカイエンとはかなり難易度が高いですね。でも間違いなくスーパースター安室奈美恵さんにふさわしい車ですよね。いかがでしたでしょうか。芸能人でも本当に一流の方々ばかりでしたね。ポルシェは成功者の証と言っても間違いありません。僕もポルシェに乗りたい。ご感想をお待ちしております。グッドボタンを押していただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございます。